皆さんこんにちは、ペソでございます。麻雀大会続きやっていきたいと思います。久々にじゃあ大会でもやってみましょうかね。賞金900ゴールドを目指してやっていきましょう。ちなみに私は7枠77のもあるんかもしれないけどね。まあこんなもんでいいでしょう。秀吉さんがいるからね、まあメンツ見て決めるべきだったんかもしれないですけどね。まあ27が本命ですね。相変わらず予選はなし。ドラはリャンピンですね。ここはね、感じ的にはちゃんと狙いたい場所なんですけど、3色目の方がね、お、早い。春はケボの早きにしかず。春っていうのはまあテンパルの春ですね。パッソ切り現物。難しいね。ちょっと喧嘩を売るのはやめときましょう。難しいね。安牌が程遠いな。リャンウーアンもまだ、ああこれで2チャンスか。リャンスを通した親なんでね。ラン、高め、リーチイーペイですね。ザンクですね。ドラはチーワン。ん？これは染めてかな。わあ、ピンでばかり積もってくる。まあよくあるありきたりなパターンですね。わあ、一面ずできた。素晴らしい、白拾ってきた。うまくいけば跳ねまんまで伸びますね。リーチ、うー、ドラ拾った。あいた、あった。ないな、正直言うと。ラン、いっそか。なるほど。はい、リーチと、わあ、裏のってドラドラだ。5200の一本場。これはそうですね。悪くはないですね。悪くはないけど仕上がりが難しいね。むむむむむ
むむ、そうですか。これ近かったな。うん、でも。被ればね、リャンウーパンは待ち行けるからね。リーチ。チャッソ通したね。よう出したな、トイメン。マンズは多分ね、ローチワン以外は通ると見てるんで。リャンソーもトイメンすごいな、強いね。スーチャッソー、イスッソがワンチャンない。うん、キーカンカン、リャンソーがドラか。うわわわ、トン出てないやん。しょうがない。パスはない。うん、カンパーワンか。ああ、なるほどね。まあ守れたことにね、ありがたいと思わないとね。難しいね。単葉で始末つけるべきなのか。そうですね、234の3色。まあ一応貼ったんですけどね。リーチ単葉3色ね、漫画が確定ですね。ただ3ピンはねえやろね、バのピンズが高すぎる。ポンポン勝負してくれないとで、ね、まあデンでもみんな降りてくれればね、こっちのもんですよね。積もったら大きいけどね。序盤だから攻めていきたい。うん、はい、トンラスですね。赤ずきじゃんか。そうか、やっと曲でわかった。あ、違う、シンデレラだ。失礼しました。うん、ここはね、リャンパワンで、あ、リャンパピンでね、仕掛けていきたいから、ちょっと裾を大事に置いて、辛くなったね、すそびり。あいたー、しょうがない。とりあえず現物一発は避けて、まあピンズなのはほぼ見えてるんで、いやね、問題は、あ、ドラ出した、ドラポン、これでイスピーワンチャンス。
安品なくなったね。仮点でいいやもう。あー無理間に合わない。あー積もられちゃった。海底か。あーそうですね。あ違う、ごめんなさい、チャンタドラさんが失礼しました。海底にはまだ2杯か3杯あったんですね。ドラパッソなんでね、ちょっと大事にいきたいね。あーうん、とりあえず超マニーなき。あ積もった、ラッキーラッキー。あーそうなんだ、そっち積もるんだ。ポン。うん。泣いてまでやる手じゃないんですよね。やばいやばいやばい。リーチ。トップ相手に喧嘩売ってる場合じゃないよね。うま。あ積もられちゃった。はい、ペンザンソか。なんドライチですね。チャンタにはならず。はい。ドラパーピンね。ほう、一応張ったな。パーピンしかないんだ。よく出したよね。あー、カンチーピンね。うん。うん、ここは割り切っていきたい。よいしょ。いいペアできたね。一応いい射点ですね。ボン。カンチーピン、カンチャッソでウワン切り、ただ個人的な感じとしてはドラ引っ張ってくれる方が嬉しいんで外目からいきましょう。引っ張ったね。ダマでいきましょう。ターンイーペードライチね。ロワン引っ張ったらそば店バレバレでも万全勝負するべきなんだろうね。
はい、ボン。5-2かな。そうですね。さあこれで勝負になるよ。ここですね、大事なのは。そう、まっすぐ行くべきやったかな。ボーワン引っ張った時のためにね、チーワンは切れないよね。まあチャンタ狙うのも一瞬ありかなとは思ったんですけどね。まあ流れに、ああ一通が見えてきたな。染めか。ポン。2枚目ですからね。カウンソでいきましょう。一通出来上がりで。ただ、あ、そうか。ロンで良かったんだ。まあいっか、高め狙っちゃった。まあ振り点やからね、しょうがないか。上がれないね、カウンスじゃ積もらないにはいかん。なんか引っ張れ、なんか引っ張れとは思ってたけど、ウパスに変えても良かったかな。できないんだよね。ミスったな。飛んでた時にロンしたら本一だったのにね。失敗した。らしからのミスしちゃったな。ですね、白が泣かないと、あ、白泣けないからね。ラン、あー、ドンか。ピンフ、はい、一応2番手キープで何三曲。
4400点差。伸びて、面ピン直撃だったら勝ち目ありますよね。パーピン、厳しいな。ヤンピンガート2枚、ユーピンがね、勝敗なんですよね。引っ張った。よし、これで直撃勝負。イーペイができなかったのがね、おお。はい、頭跳ねですね。リーチ一発ピン、炎負けつきですね。裏は残念ながら乗らなかったけどね。はい、ということで2茶目でなんとか、準決勝進むことができましたね。それでは今回はここで、お別れしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら。